実験大好きエミネウです。今回は30年前に購入した30アンペアの DC 電源、結構ね以前から毎日使ってたんですけど、動作がだんだん怪しくなってきました。結構ねこの当時売れた電源かと思います。今でもねお使いの方たくさんいるんじゃないかなと思います。ぜひともね修理点検の際の参考にしていただければと思っております。下が電源になります。ダイワさんのね PS-3020、 確かおおよそね確か30アンペアまで出せるね電源だったかと思います。上にあるのがね今回ちょっとあの負荷テストするために用意しました IC2500 で 430MHz がね 30W くらい確か出たんじゃないかなと思います。ですのでねおおよそ流れる電流も 10A ぐらいは流れるような商品になっております。でこちらの方でねどこで何の問題が発生したかと言いますと、現時点分かっているトラブルと言いますのが、まあ、こちらですよね。こちらボリュームはね今センター、このセンターの位置なんですけど、ちょっと電圧が下がっちゃってるんですよね。 12.81V、 メーターの方を見ていただいてもね、あの 13V よりは切ってるんでね、本来ですと 13.5、 買った時は 13.5 ぐらいはあったと思うんですけどね、もう買ってからこれ確かもう30年ぐらい経ってると思うんですけどね、電源の方が、まあ上の無線機ももう20、30年近いかもしれないんですけどね。はい、まあとりあえずね電圧が狂ってきてるのとね、もう一つ気になってますのが、まあこちらの方なんですけど、まあ電圧はね、まあ最悪ここを回せばねこのような形電圧は上がるんで、まあ中触る必要もないんですけど、なんで電圧が変わったかな、変わったのかなっていうのがねちょっと気になっております。あとこれねここスイッチで切り替えますとね電流も測定できるようになっております。で今回これ送信するんですけどね、 10A ぐらいは流れるはずなんですけどね、このようにねパッとピラミアは 2-3A、 2A ぐらいしかメーターが振らないのね、ここですけどね、ここのメーターちょっとねこれが気がかりになっております。で蓋を外させていただきました。で実際ね中見ますと、まあ非常にシンプルな回路になってましてね、実際インターネット見るとね結構この電源自身がね安価に結構な数売られてたようなんでね、情報がねいろいろと出回ってると思います。でただね今回運のいいことに基板の方でもねちょっとこういう形開ける前にね必ずこういう基板周りで、今回ねこの VR がどうもあの調整が最初狂ってるんじゃないかなと思ってますんでね、まずこれのね調整から入りたいと思います。でその際にねやっぱりあのマジックでねこういうところにまあ印をつける方法ありますよね。基板の下にね印をつけたり、まあこういう形でねちょっと見にくかったら申し訳ないんですけど、紙の方にねまあ大雑把な図面、まあどこにどういうのがあったっていうのを書いておけばね何かあった時に参考になります。やっぱりこういうボリュームもありますね、皆さん回したくなるんですけど、回すとね結構壊しちゃうことが多いので、基本はもう極力回さないように気をつけたいと思います。でとりあえずねポイントは回路図はないんですけど、運のいいことにねちょっと写真の方でもお見せしますけど、あの各部品の下にここ V、 ここなんかそうですけどね RV113.8V みたいな形でね、でこちらの方がそうですね VR3A って書いてありますので、多分これがアンペアだと思います。これが V っていうのでね多分メーターの調整じゃないかだと思います。でこれが MAX って書いてるんでね、きっとね保護回路じゃないかなと思って目つけてます。まあ結構ねこの当時はあのプリント基板にもこういうマーキングでメーカーさんも入れてくれてるんでね、まあ割合これ結構参考になるんじゃないかなと思っております。でまずねここの方のボリュームを調整しようかなと思ったんですけどね、まあこういうドライバーね、個人的には使わない方がいいと思います。やっぱショートするとねもうこの辺大変なことになりますので、あの治るものも治らなくなりますので、私はできるだけねこういう形ですね、まだ現行でもこれ売ってると思うんですけどね、コアドライバー宝山さんがね出されてるやつですけどね、こういうような赤がちょうど合うようなんでね、この赤をね入れていきます。はい、こちらの方にねちょっと電圧見えると思うんですけど、ね、今 12.82 です。ですのでね多分これを回せばね 13. 上がってきてますね。とりあえずね 13.5 にしようかなと思いますので 13.5、 はい、これで 13.5 で調整が終わりました。またね今度電流の方の調整に入りたいと思います。電流がこちらの方ですね、多分マーキングがね入ってますので RV3A というやつをねちょっと回そうかなと思います。で場所はねできるだけ記録して、今回はちょっとね都合がありますのでマジックで印は入れてないんですけどね、はい、写真にも取り上げてあるんでね元に戻せるようにはしています。でちょっと今からねこちらの方無線機あるんですけど、ね、こちらの方の無線機ちょっと送信してみます。これでおよそ10アンペアぐらい流れるはずです。
で、ここでね、電流のね、アンプをこう、ちょっとあんまり回すね、これが壊れるんでね、もうちょっとだけにしますけどね、これでも壊れるんですけどね、大抵は。はい。これ回してもね、全然変わらないっていうんですか。これね、ちょっとね、何回かしてるんですけどね、ちょっとは変わるんですよ。これを見ていただいたら分かるんですけどね、ほとんど変わらないんでね、ちょっとこれはまずいっていうことでね、いっぺんここでね、ここの VR の調整はやめることにします。ですので、現状は電圧の方はね、12.8 が 13.5 になりましたんで、これは正常になったんですけどね、電流だけがね、どうにもこうにもならない状態というような状態です。今回ちょっとインターネットでも情報を調べてみたんですけどね、このやっぱり電源のトラブル一番多いっていうのがね、過去 M さんからの情報でも、こちらの方のね、この VR をですね、この VR がね、こちらの方の VR、これですね、これが要接触不良を起こして、もう容量を保てなくなって壊れますっていう情報が多数あったのでね、ただほとんどの人はやっぱりこれ1個変えるときにもまとめて変えられてるんで、ただ本当にね、この VR がどうなってるのかだけね、ちょっと確認したいなと思います。まあ確認方法ですけどね、まずこの手のやつはこういう形ですね。こちらの端がね、本来ですと5キロ。多少容量は違うと思うんですけど、まあまあこれはまた生きてる部類ですね。で、こちらの方が2キロ。まあまあ、まあまあ正確じゃないでしょうか。こちらが10キロ。まあまあいけますね。で、このマックス。マックスがね、本当は50キロってなってるんですけど、これ見る限りはね、どうもおかしいですね。ほぼ無限大になってますのでね。やっぱりこの VR がどうもおかしいんじゃないかなっていうのがね、今のところ正解です。ただ他のところはね、ちょっと念のために、ここが5キロですので、まあ、角度がこれぐらいですかね。マックスで5キロですので、まあこんなもん、そう間違いもないと思います。こっちから当てても、まあそうですね、足して5ぐらいですから、そう間違いないですね。簡易的ですけど。1.4 ですね。で、こちらが10キロ。足して10キロぐらい。まあまあそう間違いないですね。こちらの方は、こっち方向ダメですね。こっち方向はまだ生きてますね。16.58 ありますけどね。まあ、ちょっとね、多分この VR がおかしいかなと思いますので、今からこれをね、交換作業に入りたいと思います。ちょっとこの基板、この上の部品をね、取り外そうかと思います。で、これ、こっちの方がね、コネクターじゃなくてね、ラッピングワイヤーっていうのでつながってますのでね、これちょっと外すとまた大変なことになるので、ちょっと専用の工具ももうちょっと私も今持ってないんでね、もう、かなりね、もう昔はよく見かけたんですけどね、取り外してこれだけちょっと外してみて、裏面の状態を確認したいなと思います。ちょっと裏面外していきます。まあ、ネジをなくさないようにしましたね。ちょっとまあやっぱりラッピングワイヤーがこう引っ張られてるんですけど、裏面見ますと、まあこんな形ですね。紙エポキシーですね。まあ基板の方はしっかりついてるんですけどね。まあこっから向こうどうしようかなとはちょっと迷ってはいるんですけどね。今回はもう間違いなく各部品、容量も控えてあるし、なおかつちょっとね、あんまり熱加えるとなんかとパターンが入っちゃう可能性もあるんでね、もう部品を切る方向にしようかなと思います。後ろからね、ハンダ吸収器とかで吸う方法もあるんですけどね。よくね、もうこれは皆さん知っておられると思うんですけど、ハンダ吸収するとパターンまで吸収されそうなんでね、紙エポも古いですからね。とりあえずね、ちょっと部品をね、切っていって、部品を外していく方式、使いたいなと思います。ちょっとね、大胆なんですけどね、こういう形でね、一個一個部品をね、ちょっと切っていきます。まあ古典的な手法なんですけどね、こうやって足3本あるやつはね、2本足を切れば、あとはね、残り1本の足だけはこう引っ張り取れますからね、熱をかければ、はい、こういう形でね、一個一個ハンダをちょっと外していこうかなと思います。はい、これで、最後の1個もね、まあこれ1個だけの足なんでね、もう部品ごと外してしまいます。はい、こういう形ですね、部品取れちゃいました。まああとね、同じような方法でね、ちょっと順次取っていこうかなと思います。一応部品の方はね、取り外しが完了しました。部品の方は4つね、 VR、 まあこのような形でね、バラバラの状態になっちゃったんですけどね、もうピンもバラバラです。
バラバラな状態でね全部取り外しました。でこのままですね部品実装できませんので、まあハンダを除去する方法いろいろとあると思うんですけど、あんまり際をね今回は痛めたくないので吸収線の方を使うことにします。まあよくあります、こういえばね皆さんよく使われていると思うんだと思うんですけどね、吸収線でちょっと軽くだけハンダを吸っていこうかなと思います。できるだけねプリント基板は痛めない方が後の作業性がね圧倒的にいいと思うんでね、吸収線でちょっと今回はあまりプリント基板に、ね、負担をかけないようにしていこうかなと思います。同じサイズのものがちょっと今はもう入手が困難っていうんですかね、ないこともないみたいですけどあんまりなかったんでね、ちょっとワンサイズ小さいやつ、容量は全く一緒なんですかね、抵抗の容量は全く一緒なんですけどワンサイズ低いやつをねちょっと足を曲げながら入れていこうかなと思います。このような形部品を実装いたしました。ただ実際ねちょっとまだハンダ付けしてないんでね、こういう形ですね、後ろ全くねハンダ付けしてないんですけど、これでねちょっとハンダ付けをしていこうかなと思います。あとこちらの方ボリュームちょっとねピンを曲げて固定するほど自信もないんでね、万が一何かあった時に備えて部品を取り扱うするためにあえてねちょっとピンを曲げない方式にしましたので、1個ずつねハンダ付けしながら後ろからね押さえて浮かび上がらないようにしていこうかなと思います。ちょっと面倒なんですかね、これ1個ずつ部品をねちょっと手で押しながら形ですね、できるだけ不必要な加熱はね下げてプリント基板が浮いてこないことをねちょっと祈りながらこうやっていっております。部品の方このように取り付け完了いたしました。まあ綺麗な部品ですけどね、まあこういう形でちょっとサイズ違いの VR になったんですけどね、まあ、ちょっとピン曲げることによってね、なんとか無事に取り付けることができました。で、ラッピングアイアンもね、あんまり何回もしようとね、いいことは起こらないと思いますんでね、とりあえず後ろのね、基板、ハンダのブリッジがないことをね、よーく確認してから元に戻そうと思います。もう基板のネジを固定すればね、もうたった2箇所で固定されてるだけです。まあ、簡素な構造なんでね、助かるんですけどね。で、こういう形でね、基板の方戻しました。でここからね一番辛いところなんですけどね、まあ、取り急ぎね新しい VR こちらの方にねちょっと一覧表がありますのでね、まあ先ほどねちょっとまああのこちらの方ですね、この一覧表を見ながらねボリュームの位置をなんとなく気持ちだけを合わせておこうかなと思います。あとの調整がないし真ん中から吸う仕方もあるんですけどね、まあちょっと何かあったらいけませんので、こういう形ですね、少し、まあ、センターより揺らして、まあ、これを基準に行こうかなと思います。通電後はねちょっとこちらの方のねプラスチックのドライバーに交換して今からちょっと通電テストに入ろうと思います。まず通電の方させていただきます。で電流計、まあ、触れてますね、そしてこちらの方もね 12.45 ですね、まず 13.5V にちょっとさせてもらおうかなと思います。 13.5V あんまりねこの時もこだわりすると何回もするとねこの VR も安物ですからすぐに故障するんでね、まあある程度見切りつけてね、まあ、13.5 にできました。あとねこちらの方のレンチの方がこちらの方ですね、RV4 っていうやつですね、これですね、こちらで調整するようになったんですけどね、こちらでいくとまあほとんどもう調整ちゃんと針は動くんですけどね、もうほとんど調整するんでもいいですね、 13.5 になってます。で次ねちょっといっぺん電源切らさせていただきます。でこれでちょっとねパワー入れさせてもらいます。電流計ですね、あ触れるようになりましたね、だいぶちょっとね電流の方が申し訳ないです、もう今手持ちに10アンペアまでしかね測定できない、もうテスター型のやつしか今ちょっとあの手持ちにないので、ちょっとね無線機の方をローワットにさせてもらいます。ローワットでも確かねこれ10ワット中ぐらいは出たと思うんですけどね、10ワットちょっとにしてからテスター内蔵のね、まあ、これもね気をつけないと危ないんですけどね、テスター内蔵の電流計で調整しようと思います。本来はねこれマックスから調整したらどっちがいいのかちょっとわからないんですけどね、ちょっとマックスはね調整の手法がちょっともう今回30アンペアを流すような負荷が全然ありませんので、一応ね前の抵抗値とほぼ同じ位置に合わせてるので多分これでねほぼ2割になってると思うので、ここはねもうすいません前の抵抗値に合わせるような形にしてあります。
ですので 10A まで測る電流計でちょっとね簡易的なんですけどね、はい、簡易的に今から測定させていただこうかなと思います。はい、流れております。しましたらこれでちょっとねテストの方をしてみます。今 0.76A、 0.76A ぐらい流れてます。装置にしますと 3.45 ですから、まあまあ追ってるんですかね。 3.45、 もうちょいだけ振らせれば、もうちょいだけ増やせばね、ちょっと電流計の方はね、ちょっとまた機会があれば、本来のね、こんなんですかね、3.45、3.46 とかですからね、まあこんな形、ちょっと精度がね、十分できてはないと思うんですけどね、ちょっとあんまりもう深入りするほど測定器がないです。申し訳ないですけど、もうこれぐらいね、ちょっとやめます。15Aクラスの電流、測定するための道具をちょっと用意してきました。で今回ね一番重要なのがテスターの方はね、一応レンチ上はね 12A で測定できるということになってるんですけど、正直言いましてね、もう見ていただいても分かると思うんですけど、リード線も細いのでこれでちょっと 12A なんか流すと危ないので、今回はねよくこれ使われてますシャント抵抗というのを使うようにしております。こちら方なんですけどね、実際抵抗です、ここ抵抗です。で使用書上は 50A 流すとこの両端に 75mV の電圧を発生させます。ですので実際ここに現在ですけど 1.2A ほど流れてるんですけどね、このような形で 1.2A を結果的に 1.8mV ということでね読み替えているような形になっております。まあこういうことでシャント抵抗をね使いますと、まあ 30A、 まあ50って言うてもね結構これ測るの大変だと思うんですけど、まあ比較的ね、大電流をね、測定するときにはね、こういう小道具。これ買ったときにはね、1000円、800円ぐらいで買えたので、まあ1個ありますよね、結構便利ですので、ぜひともね、機会がありましたら、こういうシャント抵抗というのもね、ご用意いただければ、100W クラスのね、無線機の電流も測定することが可能となります。で、こちらの方で、ちょっと今から送信させていただきます。こうしますとね、こちらの方流れてると思います。20.6 ですので、およそ 14A で、こちらの方もね最後14から15ですので、ほぼね元あった抵抗値と同じ抵抗値を選べばね、まあ、大体普通に使う分には支障がないということが確認できました。はい、どうだったでしょうか。まあ、結構ねあっちこっち劣化の跡っていうのはあって、例えばね電解コンデンサーの交換をどうしようかなとも思ったんですけど、あえて今回ねもう本当に壊れてる箇所、結果的には可変容量の抵抗器、これをね4個全部交換するようなことになりました。で今回ね結果的にだましだまし使ってて大きな問題にはならなかったんですけど、あの状態で使っておりましたらね、多分ショートを刺すと石まで飛んでたんじゃないかなと思っております。まあそういう形でね、まあもう使って30年、十分元が取れておりますけど、まあ壊れるまではねだましだまし使っていきたいなと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。